長い線になると肘を使います。肘全体が。はい。ああ。やっぱ綺麗に線をつなぐ。そうですか。ああ。とまあ。すげえ。すげえ。なるほど。じゃあこういうこともできるということで。はい。あ、アニメーターにずっと聞きたかったこと。はい。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。クリーンアップについて。質問したい。で、まあ、坊主のキャラとかでも、まあ、髪の毛が長い曲線があるキャラのクリーンアップの線つなぎのやり方は、その髪を曲げながらちょこちょこと描くか、もう思いっきりそのこう描くか、またも人それぞれまた技術違うでしょうけど、まあ、一応一番綺麗に描く方、線の距離とか、うん、短い、ね、長いありますから、あ、はい、だいたい違ってくるんですけど、まあ、短い時だったらあのもう、まあまあ短い、ね、手首で、うん、はい、こんな感じですよね。長い線になると肘を使います。あ、肘全体、はい、あ、髪を回す感じではない。え、あの、引きやすいように位置持ってきますよ。ああ、はい。で、こういう、まあ、例えば、まあ、坊主のキャラの描き方も、まあ、これどういう感じになりますか。一気に引くのは、うん、あの、無理な場合も出てきますから。そうですね。そういう時はやっぱ綺麗に線をつなぐ感じですね。そうですね。まあ、自分はあのセル時代からのアニメーターなんで、はい、今のようなデジタルの線は引けません。ああ、筆を使ってなかったです、うん、セルのクリーンアップ、鉛筆で描いたものをカーボンに転写する技術だったんですよ、昔は。あ、そうですね、はい、あ、その頃は人間なんですよ、私は。あ、で、今のデジタルの人たちはね、均一な線で描いていかなきゃいけないんで、なんか、まあ、スキャナーの性能がね、あの段階、今の段階で止まってるようじゃね、穴がちょっと開けると NG ですよね。そうですね、まあ仕上げさんがそこら辺は頑張ってくれてますから。動画の均一な綺麗な線の描き方、まあ聞きたいわけじゃないので多分大丈夫です。慣れです。はっきり、うん、よくそのできた原画がこういう線を一回で引いたかのようにクリーンアップされてる。クリーンアップっていうのは動画さんが原画をね、清書するのに使う時に、まあ、基本的に使う言葉ですから、原画の方が綺麗な場合が多い気がしますけどね。いや、こういう原画の線はね、あの、よく見ると繋がってないし、あ、繋がっていない、色の塗り方もいい加減だし、確かに色まあ、 あのラフな線の方が生き生きとして見えますよね、うん、まあ、そうですね、生き生きしている綺麗な曲線の描き方は、まあ、やっぱり、まあ、短いと手首で、長いとその肘を使って引く以外のやり方はないですか、ね、以前もお話ししたと思いますが、ここにこれがこういうところをね、はい、取り付しなければいけない時、はい、すげえ、すげえ。なるほど。じゃあこういうこともできるということで。そうですね。で、髪を汚さないように動画さんはね。ああ、確かに常に汚れ、あ、常に拭いて綺麗にしとかないと。あ、そこはスキャナーに出ちゃいますからね。他のコツがないのか、拭くしかないのか。なんか、まあ、あの汚れない定規があるか、髪を1枚ソルテープで貼っつけておいて、はい、高さを持たせるとか、一円玉を貼り付けるとか、あ、やっぱりこういうコツも使ってる人がいるということですね。あ、なるほど。今日もいろいろ勉強になりました、うん、ありがとうございますお疲れ様です、はい。